やったー、ケケです。今回はですね、グローバル大会のね、負けるまでのね、続きやるんでね、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。意味わかんない理由でね、チャンネル登録と高評価を、背びるというね、背びるの使い方合ってんのこれ、わかんない。10勝0敗からいっていこうと思います。勝率は今のところ100%です。目標は、この25勝0敗の人です。なんで僕は26勝0敗を狙おうと思います。よろしくー。よろしくー。ですね、どうしよう。その心甘えてるねってな感じでね。ナイト取るね。あ、この人一人で取る、あれは、しりとりやってるわ。くだらねえ。ナイトとトルネを使ってるんでね、多分その、ナイト取るねって感じで、しりとりをやってると思うんですけど、僕はしっかりね、油断せず頑張っていこうかなと思います。まあ、インフェ立ててもよかったんですけど、まあって感じですね。これはローリングッドで2体倒し。からの1体倒し。からのバルラこっちに投げる。からのエメ倒し。ウッド？スケラなのにウッド？スケラなのにウッドだと？あ、これナイトでよかった。あれ、ナイトじゃなくてもよかったかもしんない。これちょっと、緊急ウッド打って、アイスピでなるべく抑えていく。相手のスケラの位置がね、ちょっと違う、変な位置なんでね、よかったですね。で、ここ相手のトルネもね、トルネはあるわ。ウッドもね、エリクサーもね、だからこのプリンセス、ミリノコリプリンセスに対してもしんどいと思います。ここでもう一回プリンセス。これがね、性格悪いやつのやることです。これ非常に嫌だよ、これ。で、これ、苦し紛れナイトを出していくが、これに対してですね、俺は普通にナイトを出すだけじゃダメなんですよ。普通にナイトじゃなくて、ナイトがターゲット入ってから、ギャング。これの理由はですね、俺はもう1-0プランを考えてるんで、エリアドを取られるってことが一番の負け筋なんでね。それを潰したっていう感じですね。まあ、ここウッド裂いちゃっていいですね。で、端ま、はい、ここいい。あれ？え？嘘？嘘？ちょっと待って、マジか。いやー、すいません。すごいベビードラ来ると思ったんですけどね。最近の若者は結構ベビードラ使わないんですね。まあ、ウッドなんで、普通にバレルを飛ばすと思いきや、ウッド削りですね、これは。まあ、インフェ立てて、ここちょっとね、延命したいなっていう。うわー、天才。え、ちょっと待って、マジか。それ、あなたの勝ち筋ですね、もしかして。でも、しっかりと守っていく。最小限防衛。OK。で、相手は、ウッドを使ったんでね、バレル飛ばしていきます。バレルの位置なんですけど、後ろですね。あー、回るんだ。ここも一旦落ち着いて、どっちに来るかな。相手がちょっとね、フェインターなんでね。やりにくいですね、非常に。ここウッド使って回る回る、全然回る回る。はい。端前で止めます。来るよね。で、ウッドは使いたくない。ここ使わなかったら俺勝てるんだよ。なんで、よし、使わなかったら勝てた。で、ロケットウッドの圏内なんで、まあロケットウッド。これが多分最短ですね。こう、同時にドドンがいいじゃん。その、打ってからウッドだと、その、違う。ウッドから打つと、その、ウッドの方が早いから、その分のエリクサーがもったいないわけよ。11勝無敗。これじゃまだ京極誠には追いつけねえな。よろしく。最近コナンハマってるんですよね。この話何回目？ N 回目ということにしておきましょうか。あ、じゃあ、韓国語の人、大体スケラ。すいません。偏見で間違いをね、産んでしまったこと非常に申し訳ない。これはウッドで一気に処理したい。なんでこれスケバレ出したんだろう。わかんない、俺ね。ザップ。迫撃スケバレっていう線が今一番高いかなっていう。ギガ？ギー品のがいい。ギガないのかな、もしかして。まあ、多分、しかもウッド系、ロリババ系もない。これは、処理。これは勝ちたい。これ
これ負けたら、あ、絶対これギャング読み。おー、なんか、え、ちょっと待って待って待って、なんか、おかし、おか、いろいろおかしくない、いろいろおかしくない。ちょっと待って、おかしいおかしい、絶対おかしい。バケったバケった。あー、でもいい SP。OK、これパルル飛ばしたら勝ちやん。勝ちやん。これコウモリでヒュッと押さえてくるけど、プリンセスでピーってやって、後ろ忘れられない。で、考えると、ここに絶対ギャングが来るんで、もう、うっと、バチカーンつってやったら、もう俺の勝ちですね。タイミングも完璧。これ今ね、1秒でも遅れてたら、0. 何秒でも遅れてたらね、プリンセスが後ろのエリコプリに、ファイって投げられたんですけど、僕のね、エリクサー読みっていうかね、あの相手の思考を読むのが、ね、ちょっと得意なんでね、すごい素晴らしい。うん。自画自賛の嵐ですね、今日は。嵐嵐わかんない。そんな汚い嵐。たまに聞くけど。これなんかね、プリンセスでスケバレを完封できるみたいなことを聞いたことあるんですけど、僕はそんなね、あの、小難しいことはせずにね。あー、ちょっと待って。いや、スケルトン1点外した。やべえ、これ。早急に、メガネと溶かして。あー、これやばい、やったわ、マジで。何をやってんだ、俺は、って入っちゃいますよね、こんなことすると。メガネと入ってんの？それめっちゃ意外だわ。それはやばいわ。そっちに飛ばしてくんのね。あー、ちょっとやだ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 。いてててて。オッケーオッケー。相手がザップだけだったら俺別に問題ないんですよ。何の問題も。あ、ちょっと待って。俺今まで逆に気づかなかったな、これ。相手メガナイトスケバレじゃん。普通に。普通にメガナイトスケバレじゃん。じゃあこれインフェ置いて終わりやん。はいはいはい。で、しっかりディガーに対して ISP を当てること、これ大事ね。これ大事。これでなるべく最小限に抑える。一発まで。あー、一発までね。OK。てな感じで、相手はザップしかないんでね。俺ワンチャンそのロケットの線も考えてたんですけど。てか、おかしいおかしい。絶対おかしいわ。アウトロ入ってるわ。俺正しいわ。そうね、12勝無敗なんですけど、400戦無敗のね、人にはね、叶わないんで、まだまだ頑張っていこうかなと。これで400戦無敗したらすごいよね。いや、じゃあアウトロ入ってたんで、相手のデッキ。だから俺、そのメガナイトパーツっていう線は頭の中から捨ててたんですけど、人生何があるか分かんないってこのことなんですね。ここあんまちょっと、この手札が一番動きにくいと思う、俺。この手札が一番動きにくいけど、やっぱ、あ、まあまあまあ、それなら OKOK。で、基本、枯渇は逆サイドなんで、あの、削られてる側の逆サイドにウッドを転がして、少しでもダメージが出ていく。ギャング出して、まあ、ヒースピ5を、わかんないわかんないわかんない。え？ What do you mean? あ、これ、起動しない。これ、美味しいですね。今の起動しなかったの。なんか、若干、その、エリゴレ臭がしますね。エリゴレって、なんか、その、ブドウの匂いがするんですよ。今、します。さっき、ゼリー食ったからかな。わかんないですけど、どっちかわかんないですけど、エリゴレの匂いかなと思います。これ、ギャングで。いい感じに。いい感じ。やっぱスケドラの弱いとこ。ああ、絶対エリゴレやないかい。これ重ねてきたらロケットバシーンって打ちます。効果音もつけます、しっかり。でも5打ったと多分出せないと思う。OK、OK、OK。まあこれはキング起動しないで、理由はちょっとバーバリアンが怖かったですね。これにギャングつけるだけで相手からしたらちょっとだるいかなっていう。で、マルタは入ってるの？うん。まあ、トレネ入ってるからちょっと警戒しつつの立ち回りになるっすね。あー、ミスった！プリンの位置ミスったけど、まあ、なんか。いや、よくねえな、このプリンの位置。絶対右に出すべきだった。申し訳ない。が。その連絡って絶対すぐ見るべきだと思うんですよね、俺って。なんでかっていうのは、ちょっと待って。焦ってる。ちょっと待って。いっぱい、負けたら終わりだぞ。一回打つけ。オッケー、一回打つこ。一旦すべてを犠牲に、許容してもいい。タワーおられなきゃいい。何でもいい。これで言うと、
完璧。OK、リアド取れた。すいません、ちょっと今、ちょっと連絡に動揺しちゃって。OK、OK、OK。いやー、それ、感電すんのかよ。なあ、おい、ふざけんじゃねえよ。OK、OK、OK。だよな。このスケドラ全然休養しながらでいいから、これ延命できない。うん、いい感じ。あ、どういい感じ。あ、これあれだ、いけるいける。ここ、ここ、ここ、チャンスチャンス。これヒーラーか。ああ、それだと突破できるぞ。いやー、怖かった、マジでマジで怖かった、マジで怖かった。よいしょ、よしよしよし。あぶねー、マジであぶねー、ビビったー。もうコタンメンぐらいビビった。グッドゲーム。